広島産区市民連合の幹事もさせていただいております、佐藤修一、こんにちは、本日はこの出張所前におきまして、お訴えをさせていただきます、まず、2月10日、日曜日、コスタリカの奇跡上映会、緑の佐藤公民館において、行います。1948年、軍隊をなくし、そして中南米でも最も国民が幸せ、そして中南米で最も安全と言われる国を作ったコスタリカの奇跡を追うドキュメンタリー映画であります。同じように平和憲法を持つ日本、また参考にしていこうではありませんか、こんにちは、参考にしていこうではありませんか。平和憲法を持つ日本も大いに参考にしていかなければならない、コスタリカの奇跡だというふうに思います。2月10日、13時30分、佐藤公民館、緑の佐藤公民館において、私たち広島産区市民連合コスタリカの奇跡上映会を行ってまいります。どうぞ日曜日でございます。よろしくお願い申し上げます。そのまま日本に当てはめられるかというとそれはまたどうかという面もあるかもしれませんが、しかし参考にすべきところは大いに参考にしていこうではありませんか。しっかり参考にすべきは参考にしていこうではありませんか。はい、私が思いますには、これだけ、広島も含めて、昨年から災害が打ち続いております。世界は、戦争をやったり、武器を買ったり、そんなことをしている余裕はもうないんじゃないんでしょうか。そんなことをしている場合ではありません。国と国が争って、武器を買う、まあ、そういった場合ではない。しっかり災害対策、あるいは異常気象の対策、気候変動対策、そして災害で被害に遭われた皆さんへの支援、そういったものをしっかりやっていく、そういった方向に世界を変えていかなければならないというふうに思います。お金の使い方も世界中でこれは変えていかなければならないと、こういう時期に来ているというふうに思います。打ち継ぐ災害等々も考えればそういうしっかり変えるべきは変えていかなければならない。武器や戦争、そのために銭を使っている場合でもない、人手を使っている場合でもない。災害復旧、そして災害で被害に遭った家を亡くした人を助けていく、まあ、そういった方向でやっていくべきではないかと私個人は考えております。さて、皆さん、国会が始まりました。昨日から国会が始まりました。そして今日は月例経済報告ですか。6年2ヶ月連続景気が回復しているというふうな話であります。本当でしょうか。本当に景気が良くなっているのであれば、例えば金がなくてミルクを買えなくて赤ちゃんにミルクを与えられずに逮捕される、そんな親が出てくるでしょうか。あるいは生活保護切り下げ、これも結局は低所得の人の、生活が下がってる、所得が下がってるから、生活保護基準が下がったわけです。本当に景気が良ければそんなことが起きたでしょうか。冷静に考えてみてください。実質の賃金も結局、統計ほどは上がっていないということも発覚しました。まあ、統計の不正の問題、まあ、けしからの話でありますが、本当に、今の政府の景気判断、まさに大本営発表ではないかというふうに思います。まあ、昨日は野党各党が会談を行い、そして参議院選挙に向けて野党候補者を統一していく、自民党公明党に対抗していくという話も合意をいたしました。
本当にその通りにしていただかなければならないというふうに思います。また、統一地方選挙もあります。広島では広島市長選挙、これが一番大きい選挙になると思います。まあ、しっかり市民の願いに応える広島市長をまず、作っていかなければならない、そういうふうに思います。日曜日27日には、国際会議場、平和公園の国際会議場に、市長を変えていかなければいけないという市民が集いました。しっかり、まあ、今の市長さんどうも最近おかしいというふうに思います。核兵器廃絶の問題でも国にガツンと弱弱弱になってきた、福祉や教育の問題、福祉の問題、まあ、国の、言う通りに、まあ、事務事業見直しということでサービスカットカット続いている、あるいは、高速道路の問題では不祥事が相次ぎました。高速5号線、内装費が出ない、まあ、こういうことで、あります、予算オーバー、そして今工事がストップしております。不祥事だらけです。こんなことで大丈夫なんでしょうか。もそもそも、まあ、災害復旧、そういったところにお金を使っていく、まあ、人手を回していくというのが今最優先の段階であります。大型の箱物、お疲れ様です。そういったことに、お金を使っている場合でもないと。また高速5号線については地元の人たちの反対もあった、それを押し切ってやって、それでこの有様であります。しっかりお金の使い道を変えていくということ、そして、高速5号線をめぐる問題、本当に、業者との癒着が疑われます。そういったものもしっかり、公正公平に透明に行政にやっていくと、そういったことが大事ではないかというふうに思います。お金の使い方も変えていく、災害復旧にしても、被災者支援にしても、国の枠を一歩出ようという、態度が見られません。今の広島市長さん、やる気がないのではないか、そういうふうに疑わせます。でも広島は平和都市です。戦争で家をなくした人にと同様、災害で家をなくした人にも寄り添う、そういった広島市長でなければならないというふうに思います。国の制度そのものでやるんじゃなくて、だけでやるんじゃなくて一歩踏み出す、そういう市長でなければならない。災害復旧においても、そして核兵器廃絶においても一歩踏み出して、そういった市長に交代をしていかなければならないというふうに思います。最初のうちはそれなりに、の発言もされてたし、取り組みもされてたというふうに、見えましたが、最近ますます、おかしくなってきていると、広島市長さんおかしくなってきている、やる気が見られない、何をしているのかさっぱり見えてこない、これは、変えていかなければならない。市民の願いに応える広島市長さんに交代をさせなければならないというふうに思います。市長の新しい候補者を市民に公募をしております。我こそはという人は手を挙げてください。市民の願いに応える広島市長と、検索をしていただき、我こそはと思う人は名乗りを上げて、ぜひ広島市長選挙、みんなで変えて、広島市長を変えて、広島市政を市民の願いに応える市政に変えていこうではありませんか。さて、国政の問題であります、まあ、この広島3区、戻ります。広島3区、前回の2017年衆議院選挙で野党統一候補になられた方が、参議院の東京選挙区に移られるということになりました。野党の候補者がこの広島3区、いらっしゃらないという状況になりました。私佐藤修一、この広島3区市民連合、まあ、事務局幹事もさせていただいている立場で、立憲主義、回復、核兵器廃絶、脱原発、
働く人の条件向上、そして、自営業者地域経済の守っていく、社会保障を充実させる、そういった5つの目標で政権交代をこの3区からも実現させる、そのために野党共闘、野党の統一候補を立ててやっていこうという活動をさせて、いただいておりました。まあ、前回の2017年衆議院選挙では、塩村さんという方を統一候補として押し立てて、衆議院選挙を取り組ませていただいたわけであります。しかし、まあ、彼女は、東京に移られるということで、この広島3区、候補者がいないという状況になっております。しかし、いつ解散総選挙があるかわからんという状況の中で、やはりここは私佐藤秀一自身、野党統一候補ということに対して手を挙げていくという覚悟であります。しっかり、まあ、仲間の皆さんと話し合いし、そしてまた他のまた規制の政党の皆さんとも話をし、新たな候補者をまず広島3区で、作っていかなければならない、その過程で私自身も手を挙げていきたいというふうに思います。まあ、みんなで、選んでいくということが大事だと思いますが、その手を挙げていくという覚悟であります。お疲れ様です。広島3区市民連合、野党は共闘、立憲主義回復、そして、社会保障自立、核廃絶、脱原発、労働者の働く人の条件向上、そして、地域経済を守っていくと、この立場に加えて、私は、介護、現場で働いて、今働いております。やっぱりご家族を特に家で介護されている皆さん、もっともっと大変だろうなと本当に、痛感いたします。ご家族を介護されている皆さん方を支援する、応援する、仕事や趣味を含めて人生を楽しんでいいんだと、こういった趣旨の法律、介護者支援推進法、この制定を国会において目指していきたいというふうに思っております。また、2番目に年を取ってから、なかなか住む場所が、苦労される、若い時に買った家も不便な場所にあるという方も多くおられます。あるいは災害の危険がある、避難がなかなか難しいという方も多くおられます。また若い方は若い方で、私ぐらいの年齢のものでも人でも、10年前のいわゆるリーマンショックの時には会社をクビになって、派遣切りにあった途端に寮を追い出され、家を失う、ネットカフェ難民になる、そういう若い人も多くおられました。年配の方も若い方も住まいの不安、これが非常に今高まっております。住まいの安全、そして安心、これがやはり必要であるというふうに思います。お疲れ様です。被災した、昨年の大災害で被災した広島、そしてまた、同年代の者が、家を失うと、仕事と家を同時に失うというのを目の当たりにした、そして、まあ、介護職員として年を取られた皆さん方、住まいの不安、そういったものを抱えておられる、そういったものを目の当たりにした立場から、住宅というものを福祉として、捉え、まあ、居住福祉という形で充実をさせていく、例えば、空き家を、行政が借り上げ、そして、貸し出す借り上げ公営住宅、こういったものを充実させる、そういったことを訴えてまいりたいというふうに思います。また私は広島県の県庁の職員として10年余り、特に山間部で、地域が衰退していく、国が合併を押し付けていく、あるいは地方分権ということで、仕事ばっかりを押し付けていく、
そういったことで余計に地域が衰退していく、そういう過程を目の当たりにいたしました。やはり都道府県や国がやるべきことはしっかりやっていく、補完していく、そういったことがないと結局、苦しいことになっていく、小さい市町村苦しいことになっていく、まあ、そして今その尻拭いを広島市など中枢拠点都市にさせようというのが国の方針であります。地方自治をガタガタにしてしまおうというわけです。地方を壊しと言わざるを得ません。地方を壊す、そういったやり方ではなく地方自治を尊重する、そういった国政国に変えていかなければならない。日本を地方壊しではなくて、お疲れ様です。地方壊しではなくて地方自治を尊重する、大事にする、私たちの身近な地方自治体、生活に直結している地方自治体を大事にする、そういった国づくりにしていかなければならない、そういうふうに考えております。そして次に広島は世界で最初の戦争被爆地、そしてまた昨年2018年、そしてその前は2014年、2度の大災害に襲われ、多くの方が家を失うという悲劇に見舞われました。被爆地であり、そして被災地でもある広島から、人間は戦争の国同士の争いなんかしている場合ではない、しっかり災害対策、防災対策、あるいは気候変動対策、そして被災者支援、生活再建、ここにしっかり、お金、そして人手を使っていく、そういった日本、世界にしていかなければならない、そういった世界にしていく、その先頭に立つ日本をこの広島から、作っていきたいというふうに思います。災害、救助隊、海外派兵、テロ対策とか言って海外派兵したって、中東アフガニスタンが収まったわけではありませんでした。余計にテロが増えただけです。イラクにしてもシリアにしてもそうです。結局アメリカは撤退をせざるを得なくなっているわけです。もう恨みを買うような海外派兵ではなくて、そうじゃなくて被災者支援、あるいは災害対策、そういったところにしっかり世界のお金や人手を使っていく、その先頭に日本が立っていく、このことを、被爆地であり、そして被災地である広島から、訴えていきたいというふうに、考えております。私佐藤秀一が野党統一候補、この広島衆議院3区で野党統一候補、手を挙げた、そして実際に立候補ということになれば、そういう方向で、訴えていきたいというふうに考えております。ご通行中の皆様、そしてまた、お買い物中の皆様、そしてお昼休み中の皆様、お疲れ様でございました。暮らしに憲法を生かす政権交代、広島産区市民連合、幹事もさせていただいております、佐藤秀一、本日は、2月10日、日曜日、佐藤公民館において行われます、コスタリカの奇跡、上映会、ぜひご一緒にコスタリカについて勉強しようということで、お訴えをさせていただきました。軍隊のない、国づくり、外交でしっかり安全を確保していく、安全保障をやっていく国づくり、どういうものか、しっかり、皆さん一緒に勉強しましょうということをお訴えいたしました。そしてまた不祥事が相次ぐ、この広島市政、高速5号線の問題、本当に不祥事続き、そしてまた本当にもう泥塗りの、黒塗りの文書しか出てこない、まるでもう国と変わらんような、状況、情報隠蔽、そういった、広島市政、あるいは福祉、子育て、事務事業をカット、こういうことを強行する一方で、国に対しては核兵器廃絶、以前よりはもう最初の頃よりは物を言わなくなった市長さん、いかがなものか、市長さんを変えていこうということ、そして我こそはと
思う方は市民の願いに応える、広島市長を作る会に、ご連絡いただき、そして名乗り出ていただきたいということを、お訴えをいたしました。そしてまたこの、広島3区野党候補者が、不在となりました。野党の候補者の方が、お疲れ様です、不在となってしまいました。私、自身が佐藤秀一、不在となった中で野党統一候補に手を挙げる、そういった覚悟をお示しいたしました。以上のことを本日この議員出張所前におきまして、お示しいたしました。ご通行中の皆様、お買い物中の皆様、最後までご協力ご清聴誠にありがとうございました。